皆さんこんばんは。私は荻窪で、事務所のあります労働組合で副委員長をしています。元区議会議員の北島邦子と申します。お仕事お疲れ様です。いよいよ衆議院選挙が始まり、私たちは本当に杉並区で暮らし生きてきてよかったというような状況を皆さんの前にはっきりと提示することができます。鈴木達夫候補がこの東京8区杉並区で断固として立候補して、アベノミクスと戦争を根本から断ち切るんだ、石原伸晃自民党のあの元環境省、こんな人物がやすやすと選挙通っていくなどというような事態はもう今回はありえないんだということを皆さんと一緒に実現するために戦いに立ち上がってくれました。皆さん共に戦っていこうじゃありませんか。今回の衆議院選挙、もちろん全国で行われていますけれども、この杉並でこそ今回の衆議院選挙の本質、その意味がはっきりしています。それはどこかの政党、どの政党が多数を取るかとか、どんな議員が当選して国会議員になっていくのか、そういうことが問われてるんじゃない。もう保守も革新も含めて、これまでの政治の在り方、経済の仕組みがもうどん詰まりに来ている中で、今こそ新しい労働者の政党が必要だ、そのことが問われているんじゃないでしょうか。皆さん、この間さまざまな政党が生まれてきています。今私も政治家の端くれですから新聞も読みますけれども、あの党この党誰が党首だったかわからないような状況になっている。それは労働者の生活、労働者の権利、労働者の団結、こういうことに基づかない政党ばかりがいかにしたら自分たちの権力と自分たちの地位、自分たちの栄達、そして最後は金、これが求められるかということで、本当にまさにくっついたり離れたり、そんなことばかり繰り返している。だから今回の衆議院選挙ではそんな奴ら全部一掃しなきゃいけない。今こそあらゆる労働現場、あらゆる生産現場で働く労働者が団結をする、そしてその団結をもとにして新しい政治潮流を作っていく、その先頭に立つのが鈴木達夫候補です。それは弁護士として活動してきた、あるいはその前に NHK の職員として労働運動の世界で戦ってきた鈴木達夫弁護士の候補の生涯がまさにそれをはっきりさせている。今鈴木達夫候補がこの国会に乗り込んでいくんだということは、単に一人の反自民、あるいは反野党の非野党の候補ができる、こんな問題じゃないんです。この社会を根本から作り直していく、その突破口が開かれるということじゃないでしょうか。皆さん、今こそ鈴木達夫候補、単に候補として頑張ってくれって、そういうことじゃない、共に戦おうじゃないか、共に戦ってこの社会変えようじゃないかということが今回の衆議院選挙で問われているんだと思います。そして最後に、あそこに掲示板があります、ポスター貼ってあります、いろいろ言いませんけども、鈴木達夫候補以外のポスター全部嘘が書いてありますよ。石原伸晃候補、国を守り地域に尽くす、地域に尽くすって言ってた人間が、あの金目発言で福島の人たちの本当に人間性まで否定する、こんなことができるんですか。こんな人間に地域に尽くすことなんかできやしない、国を守ることなんかもできやしない。私たちはそもそも国なんて必要ない。だって今の日本の国が私たち労働者民主にどんなことしてくれてますか。散々絞り取って散々足蹴にしてるだけじゃないですか。今こそ労働者には国境がないんだということを、この衆議院選挙の中で鈴木達夫候補の勝利としてもはっきりさせる、そんな戦いを私も鈴木達夫候補と共に戦い抜いていきたいと思います。皆さん共に頑張りましょう。